料理初心者の宗像くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケメシ。こんばんは、宗像隼人です。よろしくお願いします。今日の料理を教えてくれる先生は料理家の本田陽一先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、今日マグロ切るんですか？そうそう、宗像さん、マグロ切ったことあります？いや、マグロ切ったことはないです。じゃあ今日はマグロから一緒にやっていきましょう。切ったマグロに味をつけて作る漬けマグロの春菊サラダ。材料です。マグロの赤身1柵、春菊3本などご覧の材料をご用意ください。ではマグロの切り方、包丁を寝かせて斜めに、まあ、何回か切ってもいいと思います。最初なのでこんな感じで、ちょっと難しいかもしれないんで何回も練習しながら切ってもらえたら良いかと思います。最初はちょっと難しいかもしれないけど、こんなになっちゃいました。最初はね、そんなもんで徐々に形を四角く切れるようになっていくといいかなと思いますが、切っているうちにだんだんとコツをつかんできた宗像くん、少しずつだけど薄く切れるようになってきたね。ここでさらにアドバイス。そこまでできるようになったら、一番お尻ここから使ってって、ここが角から使ってって一番先端で切り終わるイメージ。うわ、めっちゃ切りやすいですこれ。あ、よしよしよし、ちょっとずつね、できるだけ同じ大きさになるように切るイメージ。最初に切ったやつから後半見てください。めっちゃ上手になってると思います。素質あるかも。ちょっとだけコツ掴みました。ここで今日のイケメシポイント。では漬けていきますが、この袋を使うことで短時間でかつ調味料も最小限でできます。ではやっていきましょう。マグロをビニール袋に入れたら、醤油とみりんを入れて軽く揉み込み、およそ5分置いてなじませておくよ。その間に春菊を切っていくよ。茎の部分を斜めに切って、葉の部分は2センチ幅に切ろう。切ったらボウルに入れておいてね。長ネギは縦半分に切ってから斜め薄切りに。その後、春菊と同じボウルに入れて水にさらしておくよ。バターピーナッツは粗く刻んでおいてね。はい、春菊とネギは水を張ってパリッとしてきたらしっかり水気を切ります。切れなかったらもうペーパーで拭くぐらいしっかり切ってもらったら味付けをしていきます。まずはごま油を入れてよく絡めていくよ。そこに塩と酢を加えてさっくりと混ぜます。さらに食感のアクセントになるバターピーナッツ、最後に今日の主役漬けマグロを加えたら出来上がり。いろんな食感が楽しめる漬けマグロの春菊サラダ、見た目も華やかだね。いただきます。はい、召し上がってください。マグロにちゃんと味が染みてて美味しいです。いろんな食感が楽しめますね。そうですね、今日はね、ナッツだったりマグロをちょっとムチッとした感じで、シャキシャキな野菜も良いと思います。宗像さん、今日マグロ上手に切れましたね。ありがとうございます。ぜひぜひ続けてやってもらうときにアレンジでサーモンとかタイのお刺身の柵になってるものとかで練習してもらっても、ちょっと漬けてもらえるだけでも美味しくできると思いますので、ぜひやってみてください。はい、皆さんもぜひ作ってみてください。